レプティスマグナの遺跡の核一レプティスマグナは、リビアの首都トリポリの東130、トリポリタニアの3都の一つであったと同時に、アフリカ初のローマ皇帝、セプティミウス・セウェルスを排出した都市として知られ、その地勢に絶頂期を迎えた。マグナは、偉大なという意味だが、チュニジアにも、レプティスという町があったことから、区別するために、付加されていた。北アフリカ駆使のローマ都市遺跡として、 1982年にはユネスコの世界遺産に登録された。この年は紀元前4世紀にカルタゴが地中海の一大勢力となるまで無名だったが、もともと紀元前1100年頃にフェニキア人の入植者が建造したようである。実質的に紀元前200年頃から独立してはいたが、紀元前146年の第三次ポエニ戦争終結までは、 名義上カルタゴ領に属し、以降は共和制ローマ領となった。名目的な支配は、帝政ローマのティベリウス帝の時代まで続いたが、その時に公式にアフリカ属州の一部として帝国領に編入された。ほどなくして、アフリカ属州の中心都市の一つでもあり、主要交易拠点ともなる都市に成長した。レプティスの絶頂は、この町の出身者、セプティミウス・セウェルスが、 アフリカ出身で初のローマ皇帝となった西暦193年に訪れた。彼がすべての属州の都市の中でレプティスを再優遇し、惜しげもなく財を投入し、建築事業を推進した結果、レプティスはカルタゴ、アレキサンドリアに次ぐアフリカ第三の大都市となったのである。205年にセプティミウス・セウェルスとその一族がこの町を訪れた時には、 盛大な活采を送られた。しかし、交易が急激に減少した3世紀の危機を通じて、レプティスも没落し、都市の大半は廃れてしまった。テオドシュース一世の知性に小規模な再興が行われはした。439年には、トリポリタニアの残りとレプティスは、西ローマ帝国からカルタゴを奪って、拠点としたバンダル族の王ガイセリックの支配下に置かれた。 レプティスマグナの歴史にとっては不幸なことに住民がバンダルの支配に反抗する意思を喪失するようにとガイセリックは都市の防御力の低下のために城壁の破壊を命じた。しかしこれはレプティスの住民にとってもバンダルの支配層にとっても重い代償を払うことにつながった。523年にベルベル人が容易に侵攻し都市を略奪したからである。 10年後にベリサリウスがローマの名のもとにレプティスを奪還し、534年にはバンダル王国を滅ぼした。レプティスは東ローマ帝国の属州の州都の一つになったが、ベルベル人の破壊から立ち直り、王子の繁栄を取り戻すには至らなかった。アラブ人がトリポリタニアを征服する650年代までに東ローマ軍の駐屯地を除いて、都市は廃れてしまっていた。 ほどなくして砂に渦漏れてしまい、1921年になって再発見された。今日、レプティスマグナの遺跡は北アフリカにおけるローマ都市遺跡の中でも屈指の印象深さを誇るものとして佇んでいる。2005年6月に湾岸部の調査を行っていたハンブルク大学の考古学者たちは、西暦1世紀から2世紀頃のものと思われる。 長さ9メートルほどの5つのモザイク画を公表した。そこには、際立って鮮明な形で、鹿と戦う、戦士、野牛と戦う4人の男、殺した相手に目を向ける疲れ切った、剣刀士などが描かれていた。それらのモザイクは、レプティスマグナのワジレブダにある、ローマ式別荘内にあった、浴場の滝壺の壁を飾っていたものだった。これらのモザイクは2000年に発見されていたのだが、 洞窟を恐れて秘密にされていた。現在は、レプティスマグナの博物館に展示されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。2016年の第40回世界遺産委員会では、リビア国内の衝突による損壊及び今後、引き起こされるさらなる損壊への懸念から、本物件を含め、 その時点で登録されているリビアの世界遺産5件、すべてが危機にさらされている世界遺産リストに登録された。アルバーチ、ダリア、ロマンモザイク、ワーズ・オブ・ボティチェリ、ザ・タイムズ・オンライン、アクセスト・セプテンバー・ Q2006 リビア S5、ワールド・ヘリテッチ・サイツ、プット・オン・リスト・オブ・ワールド・ヘリテジ・イン・デンジャー。ありがとうございます。